旧生命、旧芸名、田原千佐子、1936年1月6日から2020年1月19日は、日本の女優。夫は、実相寺秋夫。現代製作者所属。高知県高岡郡高岡町出身。高知県立高知夫前高等学校卒業。同志社大学文学部美学美術学科中退。高岡第一小学校に在学中。教師から。 この子は宝塚に入ったらいいと勧められ、芸能界に憧れる。高岡中学校を経て、1954年に高等学校を卒業。宝塚歌劇団と小畜歌劇団を受験するが落ちてしまい、芸能人の多い京都ならば、コネで潜り込めるかもと思い立ち、大学に入学。1955年、新東方の第4期スターレットに合格後。 大学を中退。1959年には東方に移籍。1970年代に山口桃江が主演した赤いシリーズでの強烈なエビリ役で有名となり、一連の大英ドラマに欠かせない名脇役として活躍。夫の実相時が亡くなるまで、実相時の監督作品の常連出演者でもあった。2017年に発売された異端の映画新東方の世界に、 北沢のり子八代京子らとの座談で新東宝在籍時のことを語っている。2020年1月19日、上学肉種のため、東京都内の病院において死去、84歳没、他多数、ありがとうございます。